ヨーゼフ・フェルディナント・レオポルト・フォン・バイエルンは、バイエルン選定公、マクシミリアン2世、エマヌエルの子。母は、その最初の日である、神聖ローマ皇帝レオポルト1世の娘、マリア・アントニアである。アストリアス皇となり、スペイン語名では、ホセ・フェルナンド・でバビエライ・アウストリアと呼ばれた。イボ帝に選定公くらいを継ぎ、神聖ローマ皇帝にもなった、カール7世と、ケルン大主教。 ドイツ騎士団総長に就任したクレメンス・アウグストがいる。スペイン継承戦争前、ヨーゼフ・フェルディナントはイングランドネーデルラント共和国に直スペイン王位継承者として押されており、スペイン王カルロス2世もヨーゼフ・フェルディナントをアストリアス公に助して正式に後継者としていた。ヨーゼフ・フェルディナントの母方の祖母が カルロス2世の同母姉、マルガリータ・テレサであったことから、最も血縁が近かったためである。加えて神聖ローマ皇帝レオポルト1世が、母方の祖父、フランス王大使、ルイの日マリーアンヌが、父方のおばという血縁関係もあった。しかし1699年、ヨーゼフ・フェルディナントはわずか6歳で創生した。そのため、 イングランドとフランスの間で条約が結ばれ、フランスの安住校フィリップがナポリ、シチリア、ミラノへ、スペインの支配権はレオポルト1世の次男、カール大公に与えるとしたが、これを不服としたレオポルト1世、ルイ14世は条約を破棄、両者の争いはスペイン継承戦争に発展した。その結果、安住校のスペイン王位継承が承認された。 ありがとうございます。